ホームやったら止めとんの。おお、いいね、モブに変身できるの。一気に最強モブにさせるか。おお、もうドラゴンや。どうもネフエテです。今回は倒したモブを最強に生きる世界でサバイバルやっていきます。ドクターデイシー。おお、綺麗だ。おおおおお、全体の説明的な感じかな。フォローミー、ついてこいって。オッケー、本もあった。あ、この本を使ってニワトリになれると。ほうかわいい。どうもネフエテです。おお、遠距離効果よ。すごいニワトリ倒せば経験値増えてね。左下のこれがマックスなやつをレベルアップしかない感じかな。あ、来た。エボルブあった、エボルブ。5、4、3、2、1。うおぉエルスかっこよ。おお、進化した。なるほどな、これでどんどん再建していくって感じか。ドクターアルティミストか。難しい名前な、みんな。お、なんか待ったぞ。ガイドブック、これで中退終わりだって感じか。ありがとうな、ドクターデッチ。そうそう、ドクターアルティミスト会いに行くか。でかすぎる。はい、出てた。どうもネフエテです。こんにちは。レベル2を、で、ここに置いてエメラルドハムレット使ってみるか。あら、かわいいネフエテなと思った。なんかだろう、これでいつでも進化前に戻るってことね。この杖を使えばレベル2を。でもなんかまだ進化力っぽいからレベルマックスまでしたいな。これなんだろう。おお、なるほど、全身だな。技も増えたな、進化したから。卵を3年卵やってる。いやもう最終経験とかあるけどな。ニワトリのまだ進化するのか。これいろんなモンスターと倒してとりあえず進化候補を増やしたいな。でちゃんとニワトリやからさ、羽パッと出して降りれる。ゆっくり。これ洞窟行っちゃっていいんじゃない。クリーパーとかいるんじゃないの。スケルトンとかいろいろ倒したいな。全然でもモブいない。ちょっと待って、倒れない。体がでかすぎる。なるほどな、強いけどそういうこともあるのか。じゃあミニに増えてるのか。じゃあデベラップ2で。いや、あー、これ通れる。ちっちゃいから。ちっちゃい方はいいんかもな。あの、その代わりちょっと弱くなっちゃったな、戦闘が。なんもないや、帰ろう。ドクター拳するよ。お、なんかあるぞ。ちょっとら、おお、ツルハシありがたいな。あ、つけてる、つけてる。待って、ここはやばい。ちょっとデカニワトリに変身したい。で、レベルアップツール。オッケー、勝負だ。連携攻撃をこっちもあるぞ。あー、つい、やばい、つい。待って。あー、悪魔だ。おー、レベルアップツール落としてしまった。いや、マジでどこらへんとかわからん。あー、諦めるか。お、クリーパー変身できる。クリーパーどんな感じなんだ。これは絶対爆発しちゃう。おお、いいやん、いいやん。自分ダメージ食らう。あ、自分ダメージ食らわさやな。おお、クリーパーもいいね。いた。え、爆発食らうのもある。マジで。あー、1ダメージ食らうかな。1ダメージぐらい食らうわ。なるほどな、まあ、今はまあクリーパーやけど進化したらすごくなるでしょ。スレアコードが増えてきたな。お、スケルトンだ。あー、もう強すぎる。おーし、倒した。これでスケルトン、あ、いるコウモリもクモも倒したからいるわ。スケルトンは、おお、いやー、これめちゃめちゃエイムしやすそう。弾速速いぞ、弓の。しかもめちゃめちゃ打てる。スケルトンよくない。えっ、お気に入りかも。一応他のやつも見てみようか。コウモリやったら飛べるってこと。おお、いいね、モブに変身できるの。
これは色用で使えるな。探索とかはかどるこれで。やばい、でも体力が少ないから戦闘には不向きか。いいとこないかな。おお、ぼわ、これで飛べんの。お、なんか安堵したぞ今。お、村人、村人、失礼しよった村人には。これか、コピーしたわ、コピー。村人、村人なれんのこれ。最強村人作るか、ワンちゃん。じゃそろそろ帰るか。帰って進化させたいな。到着。さて、一気に最強モブにさせるか。いや、さらにでかくなるのかな、宿り。楽しみだな。おお、うわ、ドラゴンや。マジかよ。いい、体力めっちゃ多い。やばいやばいやばい。どうだ、やるか。お前ドラゴンやぞ。くれ、エッグの強化版、ポイズニック的な。ほら、じゃあ、おー、ガスを吐く的な。ほう、空も飛びになってる、いつの間にか。もうコウモリいらんやん。やばいやばい、進化させるのいっぱいありますから。村人、村人進化どうよ。村人にでかくなるのかな、羽とか生えてくる。おお、あ、ソニーみたいになったな。トリコ、え、エビライン投げてんの。いく。スケルトンはどんな感じなんやろね。スケルトン進行。で、結構期待度高いスケルトン。お、冒険したスケルトンみたいになったな。おー、トリプルだ。ドクロヤ的な、めっちゃ入れる。わお、アンパンだ。完成。いきますか。突入。あ、ここでね、一気にいろんな材料とか集めてレベルも上げまくってエンダードーンを楽しもうぜ。エンドラポータルが完成したぞ。エンドラトバスの前に最強のモブたちをご紹介です。エントリーナンバー1番、スーパーニワトリー。そしてエントリーナンバー2番、見てください、あのクリーパーが。最終進化もしました。もうめちゃくちゃね、体力多い、一番多い体力。そしてね、爆破タイムもねかなり広がってます。エントリーナンバー3番、スケルトン。弓のスケルトンがね、最終進化したらクロスボウを持ち出して、そして体力も多くなりました。よーし、それじゃあいざエンドポータル。おー、来た来た来た、おお、エンダードラゴン、おー、来た来た来た。初めてエンダードラゴン一人で行くんやけど、今回は最強無理ですよ、こそら。いざ勝負。まずは遠距離攻撃、遠距離攻撃が見たくね。おー、めっちゃダメージ入る。やばい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 、やばい、いや、結構きついかも。そう、エンダードラゴンめっちゃ回復されてる。周りのやつ壊してかんね、弓もありますから任せてくれ。俺の神エムで破壊、いいよ。やばい、ドラゴン強い。あー、エンダーマン強すぎる。いやいや、でもここにねベッド作ったんで、もう何度でも行きますよ。やっぱ空飛べるっていいね、体力少ないけど。いいよ。いやー、痛い。ああ、最強のモブラスだよに。え、だいぶ壊してるぞ。ちょっと壊したけど、あの囲われてるやつの壊し方がわからん。ここにクリーパーでしょ、クリーパー大爆発。オッケー、痛い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 けど、まずは一つ頼む、大爆発。いいよ、これで全部壊れた。よし、一騎打ちじゃ戦おうじゃないか。俺の方がでかいぞ。大きさ負けないぞ。
エンダードラゴン絶対真ん中来るからすんどくに大爆発だよ。分かった。いや、わっ、暗い、大爆発。うおお、あ、3枚削った。いや、2枚削った。いいよいいよ、もう1回、もう1回。よし、さすが最強クリーパー。いいよ、いいよ。うえ、強すぎこの弓、こんなに早かった。最強はこのスケートの弓でした。やだやだ、エンダーマン負ける、エンダーマン負ける、やばいやばいやばい、待って待って待って、あー。